こんなに腹渡が煮え食い返る思いの事件も少ないと思います。そもそも事件は足立区内の16歳から18歳の不良少年7人グループが、昨年の11月の25日午後8時ごろ三郷市内で純子ちゃんを抱く仲間、これは兄弟の家なんですが、そこへ連れ込んで弟の部屋に監禁をして1月1日、5日にリンチで殺し、遺体を2枚の毛布に包み、さらに粘着テープで何重にも巻き、キャリーバッグに詰め、ドラム缶に入れ、コンクリート詰めにした。そのために、現場、こちらの空き地の方に捨てたというのであります。そして51キロあった純子ちゃんは発見された時にはなんと35キロほとんど食べさせてもらえなかったということのようですが、ミイラ化して発見されたんです。純子さんが40日も監禁をされていた足立区の少年の家です。2階が少年たちの部屋、そしてこの下は1デイケー、そしてですが両親たちはあまりその子供たちを見ていないというんです。そしてこの2階で40日間ろくろく食事も与えられず、トイレに行くこともままならないという中でもって乱暴を受けていたということなんです。その乱暴というのは打つ蹴るという大変なものだったようです。そして50キロあった体重は最後には35キロというふうに痩せていました。下にいた両親は下に純子さんがいたということも全然知らなかったというんです。ただ一度40日間の間に12月の末に一度食事をしに純子さんが一人で降りてきた時に会ったというんです。食事をさせて、そしてその後両親は純子さんに早く帰りなさいというふうに言ったというんです。その後全然会っていないので純子さんはもう帰ったもんだというふうに思ったというんです。しかし毎日繰り返される乱暴です。どったんばったん大きな音がしていたはずなんですが、それでも両親は純子さんが監禁されていたということを知らなかったと言うんです。そんなことってあるんでしょうか。純子さんの死因は外傷性ショック死で、遺体に数十箇所の外傷、そして内出血があり、少年の部屋にあったキックボクシング用のスタンドに血痕が多くついていることなどから、そこに吊るされサウンドバッグ代わりに殴られ蹴られたのではないかと、まあそのことを裏付けを急いでいるわけです。しかし見張りをつけて逃げられないようにしていたというんですが、子供たちはこの電柱から登っていたので両親には会わずに済んだということなんです。すぐ脇に電柱があるんです。父親が叱ると、こねろ、殺せだって言うんだよ、子供が親に。この近所の人もみんな聞こえるようになるんだから、みんな知ってますよ。じゃあ怖くて言えない、注意もできない。そうなんだ。こういう事件ある前は去年でしたかね、それでもとはね、お子さんがね、今買っていただいて捨てれるのを知って、知らしたということは昼間やってはしてましたけどね。それは去年までですか。彼女が拉致されている間は音がガンガンしていて、ガンガンでたまに毎日じゃなかったよね。毎日じゃない。あ、そうですか。で、もう夕方6時過ぎてはあまり私たちの記憶で音は、昼間だけね、昼間だけ考えて。今回逮捕されているのは3人ですが、そのうちの1人、17歳の少年と中学の同級生だったという子がこう話してくれています。暴走族っていうような感じなの。入ってない、入ってない、入ってないんでしょ。だけどヤクザとか絡んでたっていうのはね、中学校の時からね、なんか裏にいるみたいな感じでね、そんなことを言って、他の人たちを脅かすわけだ。脅かすっていうか噂でね、結構知ってましたよね。金を取られるとかってそういうことはなかった、みんな。学校ではしないよね。学校ではそんな悪くないんだけど、外に出ると何してるか分かんないような。